受け身の復讐すんな、俺は絶対成績上げるんだぜみたいな気持ちでやっぱり4回以上やっていくと絶対力すくからね、そしてそのあのつけるときに予習でできなかったことをフェイスすんだよ、こういうできなかったらフェイスすんだよ、なんでできなかったんだ、俺はっていう痛みをしっかりこう自分の中に入れておくんだよ、ね、人間ってね、痛み入れてるとね、本当にねいいんですよ、ね、また臭いこと言ってますけどね、痛みないわまま、こんな感じで俺はできるぞとか踊ってたらもう終わりだよね、絶対ガクンと言うからね。ね 天狗っっててやつよよ絶対痛みががあるような感じでりめいいいた番んですよ、ね、だからそういう意味でねやっぱこれぐらいのこういつもフェイスしながらちょっと傷つきながら行くそれでこう頑張るみたいな感じが夏勉強に持ってこれたら一番いいと思いますね、まあとで夏の話しますけどやっぱこれは結構勇気づけてくれるね、えー、この例だと思いますからねいい自分も絶対こうなれるんだからそこはもっともっとこう厳密にっていうかねごまかしなしに勉強していくことですね。 はい、次行きましょう。彼らは印刷されているものは何でも真実だと受け止める傾向があると。Trouble with this is that. The trouble with this. これに関して困ったことは、Trouble ね。ざっと以下である。ざっとは接続詞ね、後ろ完全な分、such people mislead、そういった人は、つまり奴隷、ね、misread 読み間違えてしまう文章ね。because、なぜなら、they do not distinguish A ちょめちょめ B だよね。 これはもう語彙リスト24番に答え書いてるでしょう、ね。A を B と区別する。ね、もうこれ答えだけ。Distinguish.A?From、ね、だよ、ね。分離の From な。B?From な答えな。A を B と区別する。よく出るのが Tel だよね。まあ、語彙リストのあるけどね。24番な。<laughs> A を B と区別する。n o もあるけど、まあ、この2つがよく出ます。A を B と区別する。 分離のフロンねでまあそういった人は事実を意見と区別できないからである事実を意見と区別するって結構難しいよね,ねちょっと練習やってみる、まあ、みんな一応予備校でやるで分かり分かるでしょ、ね、あさあ,あさあ,あええー、っていう英語の講習じゃええー、っ、まあ、一応ええって言ってるけどねええー あいつの授業、いもつうかあいつ、全然英語できない、ね、やってることは、まあ、歌を歌ってるだけ、なんかまるで俺見みたいしょうって <laughs> だめで授業受けたらあいつの、ね、落ちちゃうよ、ね、はい今言った僕の言葉は事実でしょうかそれとも意見でしょうか、ね、どっちですか、ね、<laughs> じっと見つめるな、俺を恥ずかしいから。な 言った言葉事実か意意見見がどっちだよは意見だよはろう、ね、事実じゃないでしょ事実ってのは君が君の目で見て、ね、頭の中で考えて判断するのが事実だよ。ね、特にこう予備校っていう業界になるとほら、ねうんまあ、同僚なんか叩き潰して俺が上がってやろうみたいなそういうなんかドロ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 ,ドロした大人の社会でしょ、ね、だからやっぱりそういうことは日常茶飯事なんだよね。でまあ、もちろんよゼミはないですよ。 ね、100ないですよ、ね、ちょっと嘘っぽいけど。<laughs> ないですよ、ね。それは言わなきゃいけないだろこういうのを釈放事例っていう,うんだよ建前っていうんだよ。ななででまあ、とにかくそういうことなんでねあのやっぱりこうその今まあすごい露骨な例で言ったけど何でもそうよ人のね、噂でもそうよインターネットの情報でもそうよ、ね。やっぱり基本的に自分が自分の目で見て価値判断するまでは信じないんだぜみたいなところを持ってるかい。ね それを持っている人はやっぱり正しいこう物事の判断ができるし自分っていうものができていくねそれができないやつはまあ悪ければ情報オタクであって情報に流される奴隷だよね奴隷ですねえいうことになるわけですからこう現代的にとすごく大事なことだよねそれにはこうちょっと力がいるよねめんどくさいですよねいちいち自分の力で目で見て判断するのはねけどその積み重ねしかないんですよねそれを嫌がっちゃいけないですよねつまりまあくまあしくもヘーゲルが言って人間って奴隷根性あるんですよ ヘーゲルって偉い人って人間が奴隷婚じゃあるんですよ。奴隷になった方が楽なんですよ。人が言うままになった方が楽なんですよ。ねね、マインドコントロールされた方が楽なんですよ。だからついそういうのを聞いてしまう。しかも予備校だったら先生の言うことを聞かなきゃいけない、信じなきゃいけないをかぶっちゃうからね。けどやっぱりそこは客観的に物事を判断していかなきゃいけないよ。ね、後から騙されたらだめですよ、ね。よく後から騙されたっていうやついるね。私、あの彼氏と付き合ったんだけど、ね、いい人だと思ってたんだけど、実は悪いやつだった、騙されたとか言ってんだけど、俺から言えばお前だって悪いんだよってなるんだよ。 ね、悪いけどそうだよだ、ね、騙されたって言うのは自分信じたんだから信じたんだったら自分の価値観で信じたぐらい責任持ってお前なんだろうあとから騙されたって言うなよね,ね騙されるやつ信じるなよな、ね、そんなこと言ってるしあまちゃん,んなの、ね、恋愛っていうのは騙されるも騙すもないのね騙し合いなのそれは嘘だそだそれは嘘なんだけど今のは嘘よねよだけどとにかくほらやっぱそれはさもうお互いそこで信じるか信じないか勝負でね そううのがなかったら恋愛しちゃダメですよ、ね、だから、振るも振られるもフィフティフィフティなんだぜ。どっちが悪くてどっちが悪くないとか基本的にないんです。俺はそう思ってるよ。ね、人間関係でそういうことでね。まあ、それぐらいの思って大駄目です。ね。長い人言ってるとね。その方がね、さっぱりしてるし、実はいい人間関係ね、気づけるんですよ。ね。それ自分はいい。相手に騙されたなんて言ってるじゃないやっぱ甘ちゃんですよ。ね、<laughs> まあ、なんか偉そうなこと言いましたけど。ね。 まあ、とにかくそういうことであの話的に言うとこう、ね、あの奴隷というのは、ね、う事実と意見を区別できないですよね、はい、それからメイクインフ e n ンス推論もできないある基本的な事実をベースに、ねえー、次のステップが分からない、ね、それから、まあ、つまり全部言ってもらわないと自分が勉強できないというタイプセ、ね、ンスでオーサーズバイアスはセンスは動詞でほら感づくということ、ね、筆者のバイアスというのはこう偏見。 なんかこの人偏見持ってるなってありますよね感覚から来るんです先に論理から来ないんですよでトーンあるいはその論調なんかこの人の論調ってちょっとこうね、えー、危ないなとかほら、ね、そういうものに気づかないねそういうことでそういった人々は読み間違えてしまうのであるんですね いいい批判的読書ができなとうことです,善悪するよこういったことに関して困ったことはそういう人たちはその事実と意見を区別できないし推論もできないしそれからあその筆者の偏見や、ね、論調っていうのを感じることができないからミスあの読み間違ってしまうのであるんです、ね、でそういう,ふうに悪い例を、まあ、延々と挙げて、ね、元に戻す、ね「reading critically means」「これあの reading critically が主語ですよね」「批判的な読書をするということは means がどうし意味している」 To be aware of these things。これ前でしょ。こういったことに気づくことをね。To be aware of these things。保護で、あ目的語で、こういったことに気づくことを意味しているね。As we read、我々が読んでいる、読書している時に、As は時ですね。 このアズは文童のインリーディングに返ってますよね、これ同型反復してるね、文童インリーディングから始まってるけど、最後、アズウィリードで、同じ内容で反復してますね、我々が読書するときに、こういうことに気づくことをね意味するんだ、つまりこの段落の書き方はサンドイッチみたいになってて、第一文で読書は批判的にすべきだ、しかし、ほとんどの読者は、こうね、被者の意見を鵜呑みにして、ドレにすると、延々言って、最後に、批判的な読書とは、こういったことに気づくことなんだって終わってますよね,ね。 でこれをまあ簡単にまとめると筆者の偏見に気づかなきゃ、ねね、活字で書いてる人だってやっぱりそこにはある種のなんか偏見っていうのはあるから筆者の偏見ね、えー、偏を持たない人間ってないだろあないんだよ、ね、全ての人間は偏見を持ってますから仮、ねまあ、に持ってない人がいれば神様ですから、ね、神様は一番謙虚に自分は偏見を持っていると言いますから。ね まあいうことで、すなわちす、ま、べ、あ、ての人が偏見を持っているというわけですね。で二段落に行くとこれすごい早稲田らしい問題だと思うんだけど今日、晩春するのはここで終わりですから頑張ってください。